パレスチナへ向かうテオドール・ヘルツル・ヘルツルの丘とは、イスラエルのエルサレムにある丘であり、国立共同墓地である。名前は、シオニズム運動発起者の一人、テオドール・ヘルツルから取られた。ヘルツル自身の墓は、丘の頂上に携えられている。丘の西には、ホロコースト博物館であるヤドバシェムがある。すぐに1948年に、イスラエルの確立後に、ヘルツルの丘の北部に、 イスラエル軍の兵士を埋葬することを決定した。その後の後に1951年にそれはヘルツルの丘の南部分でも国の指導者を埋葬し、イスラエルの国立墓地として場所を設立することを決定した。数年後にはまた国家の軍事墓地に警察官や他の治安部隊を埋葬することにした。1949年、 ヘルツルの丘は命を落としたイスラエル国防軍の兵士のため、また国の象徴として定められ、それから数年後は警官や特別警官も葬られるようになった。現在までレビエ・シコル、ゴルダ・メア、イツハ・クラビンの3人の歴代首相がヘルツルの丘に埋葬されている。また歴代大統領の多くも埋葬されており、著名なイスラエル人、ユダヤ人が その他数多く埋葬されている。ヘルツルの丘にはイスラエルに貢献したとされる人物が埋葬されることが多いが死という不足の事態である上、生前の評価がままならないため埋葬されるに値する人物かどうかがしばしば議論になる。1940年死去した右派の民族主義者であり、エツェルの創始者であるゼーブ・ジャボチンスキーについては、労働党が彼は ヘルツルの丘に埋葬される栄誉に値しないとして強く反発した。唯一、レヴィエシコルが1964年に死去した際のみ政治的な応酬が取り払われ、いろんなく埋葬されている。ヘルツルの丘は、また、様々な記念式典や国民行事が取り行われる場所でもある。儀式広場は山の頂上にある大きな正方形である。北端に、 テオドール・ヘルツルの墓がある。広場は独立記念日のお祝いが毎年始まっている場所である。晩年のテオドール・ヘルツル晩年、テオドール・ヘルツルは自分の希望をこう述べた。私は鉄の棺に入り、父の隣に葬られることを望む。そして、いつか人々が私の亡きムをエレツイスラエルの地に運んでくれるまで待っている。そして、亡くなった私の父と姉のパウリーネ。 そして私の親族がもし死んだら彼らの墓もそこへ移してほしい。それから数年後、ヘルツルは死去し、ウィーンに埋葬された。そして45年後の1949年、彼の遺体は遺言通りイスラエルに運ばれ、現在のヘルツルの丘へ再び埋葬された。埋葬場所に関しては特別に委員会が敷かれ、決められた。 墓のデザインについてもコンペティションが行われ、63の案件の中から、ヨセフ・クラーバインによる特に飾りのないヘルツルの名前の入った加工岩石を墓標とするデザインが選ばれた。1951年、ヘルツルの丘は国立墓地となった。ヘルツルの両親や姉もヘルツルの丘に埋葬されている。また、ヘルツルの子供を彼の近くに葬ることは、 彼の明白な希望だったが、もろもろの理由があり、彼の子供たちは、彼の墓のそばには埋葬されていない。彼の三人の子供のうち長女と長男の亡きムクロは2006年にイスラエルに運ばれた。末の娘はホロコーストにより殺害され、遺体は現在でも見つかっていない。ヘルツルの唯一の孫にあたる人物は2007年の12月に、ヘルツルの丘に運ばれ、埋葬された。 ヘルツルの丘にはヘルツル博物館があり、彼の生涯に関する展示や説明がなされている。イスラエルの主な軍人墓地はヘルツルの丘の北側斜面にある。エルサレムに住んでいた軍人、もしくは職務中、戦争中に亡くなった軍人はこの軍人墓地に埋葬される。エンテベ空港奇襲作戦で戦死したヨナタンネ・タニヤフもここに埋葬されている。誰が ヘルツルの丘に埋葬されるべきか。j ウィ e クリー。テオドール・ヘルツルの唯一の孫がエルサレムに再埋葬、破裂し、新しいヘルツル博物館が、シオニストのストーリーを物語る。j ウィ e クリー。この曲中は、英語版における参考であり、日本語版作成に際して、直接参照していません。ありがとうございます。